ちょっとこの殻が気になる、この残ってるやつが気持ち悪いから、ちらっと捨ててきて。わかりました。真剣な会議中に、小坪美優が白畑一歩にタメ語を使うドッキリ。イエーイ。気づかなそうじゃない？確かに。結構、うん、今もさ、ちょっとやんわりな感じじゃん。うん、何ですかとか言わんから、うん、なんかそんな気づかなさそう。確かに、確かにそういうの気にしないよね。ね、別に。ね、結構ちゃんとタメ語じゃないと。ちゃんとタメ語。じゃ練習してみねえ。ちょっとみゆちゃんあれ撮ってよ。え、自分で撮った。それでは白畑一歩が来るまでもうしばらく待ちましょう。全然これ急ぎじゃないんですけど、あのワンマンの当日までに、うん、あの用意してもらいたい備品とかをちょっと送ります。はい、あ、お願いします。6月30まで入校して明日まで。色全員色あるのかな。寒い。めっちゃ寒い。寒い。もしかしたら。あれドライにしておきます。湿気やばくないですか。やばい。出す。色なかったら全部黒とか。ああ、黒かっこいいかも。ダイソーも残しつつ、ダイソーコラボかける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 。ああ同じく中野から出かけない。中野ある。あるよ。あ、うんね、何も3色だって。まあでもちょっと調べておくよ。かわいい、かわいい、うん、かわいい、かわいい。私にはないのか。どんな生誕したいか、うん、なんか、何かな、うん、何がいいと思う。デカキンしゃべやん。うん、デカキンさんと2人で歌えばデカキン。おい、やめるな。兄さん、いやでも喋れないから呼ばないの。呼びたい、呼びたい、呼びたい。なんか結局サオティアンメンバーの子、どんな生誕したいんですか。なんかやりとりしてみたいな感じだった。私はもうあのこの間やったやつを聞いたよ。え、白畑はあの、うん、どういう生誕をしたい。え、白畑は今年もなんかいっぱいいっぱいなんかふざけふざけ。なるほど。やっぱ、しいかな。なんか寒っ。マジで。いや、やったよ。これすげえ暑くなっちゃう。え、そう。ちょうどあんたねやつとか。うん。え、いやでも。日本人や、日本人。関東しか残さないでしょ。でも関西がさ、食べるんでしょ、最後の一つで。ちょっと食べる。関東1個残し。1個残しって何。関東の人しかやらないで、1個最後の。なんでいい、そういう人のがいい。やっぱり枝豆食べたい。ありがとう。シーン。なんか、結構レア感であってもいいなと思ってて。うんうんうん。あげる。毎回じゃないんで。ありがとう。いやいやいや、いやこれほど行くやついる？なんだろう。怖い怖い怖い。ねえ、皮ごといらない皮ごと。皮ごといらない皮ごと。今ざっくりさん、聞いたね。ありがとう。お願いします。白畑、枝豆の味どう？どうした？どうした？気になる気になる。ケーキ飲んで大丈夫？枝豆の味どう？美味しい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 。よかった。本当やでもいいよ。いい。お願いします。ちょっとこの殻が気になる、この残ってるやつが気持ち悪いから、ちらっと捨ててきて。わかりました。
続きできます。私がしてるからですが。へい、白旗。おい、シリみたいな。シリみたいな。へい、シリみたいな。ガヤケンなんでしょう。特に何でもない。どうしたの？なんか今日様子おかしいって。反抗期。悩みでもあるの？いや。なんか辛い。一旦そんな感じでライブ制作にはそんな感じでちょっと投げてもらって。でもライブとあのそうね、やばいね。うん。大丈夫な？大丈夫無理。大丈夫。大丈夫どっちゃ。大丈夫はない。大変なのは。白旗の方が大変やから、ピエトラは私に任せて。ありがとう。ミユに任せる。お前はお前のことを見せるから。せーの、てーちぇー。待って、何が何が何がやってるの。大成功じゃないの。大成功。タメ語を使うドッキリー。別にいいよ、タメ語で。そっちの方がそうなるかなって思って、うん、だから結構舐めてる感じでグイグイ行った方がいいって。うん。枝豆のゴミ捨てさせられた。あれはビビったわ。難しいかな。内容全然入ってない。後で教えてもらった。めっちゃ真面目に決めてたのに。そうそう、全然頭に入ってなくて、どうしようどうしよう。でもミユが語尾をさ、なんかタメ語にしようとしてるのに、何々な。ちょっと弱気。語尾聞こえてないからさ、敬語なんかタメ語なんか分かんないみたいな。枝豆だけ謎だった本当に。なんか捨てさせるってことはなんかあんのかなって思ったけど、別にただ捨てさせる。ドッキリ大成功。